I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. 毎週木曜日のこの時間は飯田和雄のブラッシュアップです。さあ、あ飯田さん、今日はどのニュース、どの話題でしょうか。はい、えー、アフリカ北東部スーダン情勢について話をしたいと思います。はい、はい、はい、スーダンの正規軍とあの準軍事組織が戦闘状態になったしね、えーえー。その混乱の中で、えー、スーダン在住の日本人を含む外国の方々が脱出したと。はい、えー。その中であの北九州市に拠点を置く NPO 法人 ロシナンテスの、ええ、川原直之理事長ら3人が、えー、24日でしたね。はい、スーダンから隣の国のジプチに対しました。はいえ。で、あの、ロシナンテスは25日の朝、おと日いですね、えええー、ジプチに到着した川原さんたちの様子を YouTube で配信してます。えー、それを、あのー、見ると、無事な様子が確認できてますね。はい、えー。で、その脱出なんですけど、はい。 えー、その詳細を川原さんが語っています、昨日二26日の毎日新聞の夕刊に掲載されていました、はいえー、少し紹介します、えーえー、川原さんたちがいた首都のハルツームから、えー、車の列、車列を組んで陸路、スーダン東部の港町へ、そこから自衛隊機に乗ってジップ地に退したということですね、はい、でこの後なんですけど、えー、その陸路を距離にして1300キロということです。 でえー、この1300キロの間、先ほど言いました、うん、敵対するスーダンの正規軍と準軍事組織が、えええー、それぞれの自分たちの支配,組織支配地域でその車列の護衛をしたということですね、うん、これもちょっと興味深いと思います。はい、で、えーと、1300キロっていうと、距離にすると東京から博多を通って熊本までの距離なんですよ。あ<ー>結構あります,ねですよね。はい でそこをおよそ30時間かけて走り抜けたと、で、えー、川原さんの証言が生々しいんですけど、はい、川原さんは自らハンドルを握ったと、うん、でこうおっしゃってます、うん、疲れと眠気に襲われたけど、うん、車列から遅れてしまったら死が待っている、うん、まあそう自らに言い聞かせてハンドルを握り続けてアクセルふ、アクセル踏んだということなんですよね。 恐ろしいで、すすねね <laughs> 本当ですねよかったよかったってことなんですけど、あの改めてあの僕はこの川原さんの活動をみんなで考えてみたいと思います。テレビニュースやドキュメンタリー、まあ、新聞の報道などで以前からあの、うん、何度も取り上げられてきてますが、そうですね、改めてです、はいでえー、ロシナなんです、ここはあの途上国に、えー、水や医療を届ける NGO です。はい、はい 川原さんは、えー、2002年、まあ、外務省の医務官としてスーダンの日本大使館に赴任したと、うん、だけど、きちんとした医療を受けられない、まあ、現地の人々を、まあ、目の当たりにして、うんえー、こう思ったと、何もできないもどかしさ、うん、1一人の医師として何ができるか、まあ、そう考えた末に外務省を、まあ、辞めて、改めてスーダンへ渡ったってことなんですよね。うん であの私も海外でけあの勤務した経験があるんで、あの大使館付けの医務官の仕事を少し、まあ、知ってるんですが、はい、さっきおっしゃった、川原さんが言われた何もできないもどかしさっていうのは、ええ、え海外の日本大使館に勤務する医師官っていうのは、基本的に、まあ、そこで働く大使館員や、うん、その家族の健康を守るのが任務なんですよ産業医的なイメージですねそうですね。 緊急の時は、まあ、あ、そこに暮らす在留法人の診察もすることがあります。あ、なるほど。はい。だけど、基本的には、現地の人。まあ、川原さんの場合は、スーダンの人ですね。うん。まあ、お、彼らの、まあ、健康をケアすることはできないっていう、まあ、何もできないもどかしさがあったようですね。それがもどかしさに通じると。うんうんうん、ええ、まあ、そういう背景があったみたいです。はい、で、そこで、まあ、0千六年、まあ、川原さんは仲間とともに、このロシナンテスを立ち上げたと。うん。で。 えーまあ、医療が届かない途上国の地域で、まあ、巡回医療、まあ、診療所の建設、うん、病気の予防につながる、まあ、井戸の掘削や修理、さらには学校の建設まで取り組んでいるようです。なんか中村哲さんと通じる、はい、そうなんですよですね、そうなんですよ、はい、そう思っちゃいますよね。うんはい、であの、ロシナンテスっていうのは、あのスペインの小説のドン・キホーテの主人公。 ドン・キホーテが乗るあの痩せた馬の名前なんでですすよよねねロシンドキホーテって、まあ、日本での、まあ、使える意味として、は、まあ、理想を追い求めるものっていう、まあ、そういう意味合いありますよね、お前なんかドン・キホーテみたいだよねって言い方しますよね、まあ、河原さんも実はそういう方ですし、うんまあ、それに主人に従うロシナンテ、まあ、ロシナンテスというチームが、まあ、NGO としてうん、うん、活動しているということだと思うんですよね。うんうん、はい であのロシナンテスのホームページにあのこんなことがあったので、水木さんにぜひ紹介してほしいと思います、はい、私たち一人一人は、野生馬、ロシナンテのように無力かもしれない、しかし、ロシナンテが集まり、ロシナンテスになれば、きっと世界を笑顔にできるはず数年前なんですけど、私あの、北九州市で川原さんの講演を聞いたことがあるんですよ。ええ とにかくね、もう熱い人ですね、うん、熱い、えー。で、まあ、あの唐原さんの行動を知ると、まあ、先ほど、田場さんがおっしゃったように、中村哲さんのことを思い出してしまいますよね、もう早いもんで、中村さんが亡くなって、えー、もう、えー、2年余りか、えー、2019年の12月に亡くなってますので。はい、えー まああのー、あの人も、まあ、水があれば病気と難民問題を解決できると、うん、まあこういう形で用水路の建設などに取り組んでおられました。で、あのーまあ、たまたまなんですけどね、今日はあは、のー、NHK の BS で、BS1 で夜11時20分から中村さんの活動を描いたドキュメンタリーが再放送されるそうです。うん、まあちょっとこういうのを見ながらですね、うんあのー、川原さんや中村さん、 うん、まあこのような人材を生んできた福岡に住む我々としては、まああのー、もちろん川原さんの無事は喜びたいんですけど、うんえ、自分たちなんかできないかってことを一人一人が考えてみてもいいのかなと私は思いましたですね、はい、やっぱりそのすごいねって思うことだけじゃなくって、うん、その先に川原さん、はい、中村哲さんが。 どういう支援をしようとしたのか、その先何があるのかということをしっかり現状を知ること、大事でですすよねねそうもちろんあの活動への関心、うん、もちろんあの寄付も呼びかけているんですが、まずはですね、えー、こういう方々が何をしているか、うん、危ないところで何をしてこられたかということを知ることが大切だと思います,、うんうんですね、まだそのスーダンもなかなか正常が安定せず。 その戦闘が続いているということですからね。えー、一刻も平安が訪れて、そしてあの市民の方がやっぱり犠牲になっているので、えー、あの医療などもストップしている地域もあるということですから、えー、一刻も早い平安が訪れることを願いたいと思います。何ができるのか考えたいと思います。さて、8時40分過ぎのキャッチアップでは、飯田さん、どんなお話をはい、えー、日本に留学中だった。あの香港出身の女子学生が。 香港に帰った時にえ国家の安全を損なったというふうに逮捕されました、うん、このことについて深掘りしたいと思いますガールズパンンンンチバババッッッテテテ少少女女隊隊隊ののラジオとです RKB ラジオでお送りしている「ガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊」ーと青リルですはポッドキャストでもお楽しみいただけます アップル、スポティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで「バッテンラジオタイと検索してフォローをお願いします。